外では割と昔から気が合いましたね。そんな感じかも。練習の後はいつものコンビニ、たくさん動いてお腹すいたし、みんなで一緒にアイスを食べたり、季節人おごってくれたりしたね。紫バラくん、やっぱり今もバスケなんて嫌いですか？またそういうのやめてくんない？まあやめるって言ったのはやめにするけど。ミニ完成だったあの頃、成長は突然で、身長才能何かそれぞれのスピードで、同じチームでメンバーで汗流して、かなりきついメニューもこなしながら、思い出せば笑顔だって数えきれないくらい。学校行事に夏はお祭りとか、普通にバスケ以外で遊んだりして、楽しかった毎日、割と割とかけがえない日々。 Wow, 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 選手としては、喧嘩もしたけど、使い変わらず真面目すぎる目だね。頭撫でるのちょっとやめてください。また雨みたいふわふわふわしてんね。甘い匂いしてるのは紫バラくんです。クロチンクロチン、おかしくはない、秋田限定お土産のやつ、どうもありがとうございます。じゃあ僕からおすすめの小説を。うざいことさえ言わなきゃ別に平和だよね。努力謎だ根性引くは未だに平行線。それでもチームでメンバーで試合に出て、悲しいとか抜きで認め合って、思い出せばそれなりにどうどいっぱい。一緒に食べた学食の味とか、マイペース同士どこから口んで、バラバラの個性がそれはそれで噛み合ってたんだ。ぶつかってしまうけど、嫌いとかそういうもんだ、いいじゃないから。次も来なさい。同じチームでメンバーで汗流して、かなりきついメニューもこなしながら、思い出せば笑顔だって数えきれないくらい。学校行事に夏はお祭りとか、普通にバスケ以外で遊んだりして、楽しかった毎日、割と割とかけがえなくて、それはそれで噛み合ってたんだ。かもしたけど、楽しかった日々。